それでは定例記者会見を始めさせていただきます。最初に知事の方から説明があります。まず夏の節電の、お願いについてです。節電に、ついてはこれまでも府民や事業者の皆様にご協力をいただいておりまし、感謝を申し上げます。この夏の関西の電力需給ですが、昨年の夏より、厳しくなる見通しです。これまで定着した節電の取り組みを見込み、かつ他の電力会社からの融通を受けて初めて最低限必要とされる電力の確保がされるという、こういう状況です。このため大阪府といたしましては、関西広域連合の決定に基づき、7月の1日から9月の30日までの間、昨年実績の平成22年と比べ 11% 減以上の削減を目安に、府民事業者の皆さんに節電をお願いをいたします。府民や事業者の皆さんにおかれましては、エアコンの28度設定やこまめな消灯など、日常の業務や生活の中で実施可能な節電を着実に実現をしていただけるようご協力をお願いをいたします。ただし、高齢者のおられるご家庭など、節電を意識しすぎて熱中症や健康を害することがないように、適度にエアコンを使うなどしていただきたいと思ってます。またこの夏も楽しんで節電に取り組んでいただけるように、昼間の時間帯にご家族で身近な施設などにお出かけいただくことで、電力消費を削減する家族でお出かけ節電キャンペーンを実施をいたします。府の施設はもちろん、市町村や民間事業者の協賛をいただきまして、いろんな施設やイベントがお得に楽しめるようになっております。利用できる施設やサービスの内容など、キャンペーンの詳しい情報は大阪府のホームページ、節電ポータルサイトにて今日から順次掲載をいたします。府民の皆さんには、家族揃ってクールスポットに出かけて楽しんでいただきたいと思っております。次に、節電に関連した大阪の新しい制度であります、大阪版ベムスの事業者登録制度を紹介をいたします。ベムス事業者とは、府内の中小事業者の皆さんが省エネや節電に効率よく取り組めるように、ビルや工場の電力使用状況を見える化をし、電気代がよりお得になる方法をアドバイスしてくれる、そういう事業者のことであります。大阪府市共同で設置をいたしました大阪スマートエネルギーセンターでは、一定のサービス提供実績のある21社を登録し、ホームページで紹介しているほか、事業者向けのセミナーや登録事業者と中小企業のマッチングなど行っております。省エネや節電を積極的に取り組みたいと、このお考えの中小事業者の皆さんは、ぜひホームページをご覧をいただき、大阪スマートエネルギーセンターまでお問い合わせをいただきたいということです。次に、大阪府立大型自動館のビッグバン開設15周年記念についてです。府立大型自動館ビッグバンが6月の23日に開館15周年を迎えます。ビッグバンは、遊びは子どもの文化を創造すると、これをテーマに、子どもたちが遊びを通じて夢を大きく膨らませることができる施設であります。平成11年の開館以来、約430万人の方に来ていただきました。今回、松本零士名誉館長から直筆のイラストが描かれた15周年のお祝いの色紙を寄せていただきました。この色紙はビッグバンでご覧いただけます。現在ビッグバンでは、板橋克実宇宙船模型展を開催中です。板橋は松本名誉館長の漫画や映像作品でメカニックデザインを手掛けられた方であります。今回、宇宙船、模型やイラストを展示しておりまして、松本零士作品が懐かしい世代の方々も楽しめる内容となっております。また、今週末の21日、22日には開館15周年記念ワークショップ祭りを開催します。遊びの名人のボランティアクルーが館内のあちらこちらで、遊びや工作を用意して待っております。
15周年記念グッズものプレゼントもあります。さらに今年は2回分の、入場料で夏休みの間何度でも遊びに来ていただけるお得な記念パスポートも販売をいたします。子どもたちに楽しんでもらえるイベントをたくさん用意しておりますので、これからの暑い時期はご家庭での節電とも、の取り組みも兼ねてパスポートを使って、涼しいビッグバンへ何度も遊びに来ていただきたいと考えております。私の方からは以上です。それでは質問を申し上げます。最初になっても毎日放送の話をさせてください。幹事社の毎日放送の番組です。節電ですけれども、知事ご自身はどんな形で節電を取り組んでいこうと思いますか。まあ、できるだけ、空調というかね、エアコンを使わずに過ごすという形で、まあ僕の場合は昼間は大概もう役所にいてますんで、役所の28度設定の中で、どこにいても、ね、できるだけエアコン、でももう長いこと節電してるんでね、逆に、26度とかその28度を下回るとちょっと寒さを感じるという感じになってきてるんで、とにかくこまめに、スイッチを消す、エアコンもできるだけ、28度設定で、過ごすというのが、できるところから一人一人が積み上げているというその中の一人でありたいと思います。ちょっと話変わるんですが、火事の IR の推進法案が審議入りということで、一歩前進かと。いや、もう完全に一歩前進ですね。いろんなところから情報を取ってますが、これで、次の、臨時国会では、間違いなく数は足りてるわけですから、間違いなく、基本法は成立するでしょう。要は今回、採決までいけなかったというのは、継続審議になっているのはですね、これは参議院を送ったときに、今の参議院の役員構成では、なかなかこう政局の絡みでね、法案そのものが廃案になるという、そういうこう リスクというものも、ある。必ず、基本法を可決成立させるためには、今国会では継続しておく。もちろん条定はされたわけですから、そういう形が一番速やかだと、こういうふうな情報もありますので、秋に、これはもう成立するというのはほぼ僕は確信を持っているので、大阪としては、今までも、この IR 準備室で、具体の、事業者の皆さんともお会いして具体的な、中身についての積み上げをしていってますから、さらにそれを加速をさせて、2020年度、まさに世界から日本に訪れるお客様、これはオリンピックで、そういうお客様を、来ていただける、そのおもてなしのね、エリアとしては、大阪というものが、一番、いい場所だと。そう思っていただけるように、IR を含め、その大阪のそういう、成長の都市づくりというかね、それを作りたいと思っています。だから2020年にも IR を必ず間に合わせたいと思っています。ありがとうございます。幹事長からは以上です。新聞の上田と申します。はい。来週国家戦略、戦略トップの区域会議が全国に先駆けてあると思うんですが、具体的な事業案を出るスタート地点で何を提案されていくかなんでしょうか。僕がもう提案したいことはこれまでも言い続けてきましたけども、例えば、大阪の場合は
まあ、健康というキーワードでね、可能性のあるそういう企業が、まあ、たくさんあるわけです。だからそういう、まあ、創薬とか医療機器とか、そういう分野での新たな挑戦ができる企業誘致を起こせるための、できるための規制緩和ね。それは、まあ、もう安倍総理もおっしゃってますけども、まあ、混合診療の解禁であったり、そういうことになるんでしょう。だからあとは、総理の言われてる、チャレンジをする人材のそういうトップですね、だとか、それから、まあ、外国人のそういう、労働力を受け入れるそういうトップだとかね、そういう、具体的なものをしっかりと空気会議の中で、まあ、訴えさせていただいて、まさに岩盤規制が、突破する、一番最初に突破できるエリアに大阪をしてもらいたい、こう思ってますけどね。かなり集まるメンバーからしても、そこでの発言にとってその案はできていくことになると思うんですけど、具体的な案としても提示されるのか、それとも方向として、今おっしゃったような方向としてのご発言になるのか。いや、来週いきなり具体的な案が言えるかどうかは別ですけど、具体的な案は用意していきます。要は規制緩和なんでね、逆に国からですね、こういう条件こういう条件こういう条件、これのクリアしたところだけこういう規制緩和をしますよというのは、これそもそも条件ついてるやんかという話になるんで、僕が言いたいのは、例えば混合診療についてもね、国がその診療を許可するかどうか、については、まあ、6週間程度というような厚労省の意見出てますけども、だからそもそもその規制がいるのと。これは重病の人たち、もう、そういう人たちにね、世界では治療されているけれども日本では承認されていないそういう治療、それ大体役所っていうのは6週間程度って言ったら6週間ですよ。じゃあそんだけの重病の人にね、その治療をギリギリのところに来てるからそういう治療を望んでるわけでね、患者さんは6週間時間かかったらね、その患者さんの命どうなってるか分かりません。だから要はある一定の基準を満たした医療機関、これは特定機能病院、例えば大学病院であると、我々が今やってる、府立病院機構の成人病センター、これがんの拠点病院なんです。そういう、そこには優秀なドクターといい設備があるわけです。でそういう設備を揃えて初めて特定の機能病院という指定を受けてるわけです。でこういう指定を受けてる病院についてはまさに患者と、ドクターが納得をする、混合診療については、もう、国においてはもうまさに規制緩和の中で認めていくとか、こういう決定をぜひしてもらいたいと思います。だってそれだけのレベルが高い医療機関ですよということで、その以前に、特定機能病院というね、そういう、位置づけを国にしてもらってるわけですから、だからそこにその病院そのものを信じられないとかね、適当な治療するんじゃないのとか、それはねちょっと違うんじゃないの、じゃあなぜ特定機能病院の指定してんのと、こういう話になりますので、だからもう厚労省の中で、例えば、この治療は OK、 この治療がダメとか、ね、もうそういうことはまさにトップであるならば、これはもう患者とドクターに任せていただきたい。まさにそれが重病で悩まれているそういう皆さん方のためになると思いますし、そういう新たな治療の中からね、まさにこう医療産業の成長というようなね、そういうものにもつながる、そういうものが出てくると思ってます。
何がございましたか。NHK の中心です。2つお伺いしたいんですが、まず1つはリニアの件なんですけれども、昨日の夕方の府市統合本部会議の後の囲み取材で、知事の方から、国の方にですね、政府の方に成長戦略を盛り込むよう要請したいということでしたが、その後これいつ要請することになったんでしょうか。もう文書が取りまとめましたんで、これ日決まったかな、今週中、今週相手の、受け取っていただく側もありますので、今週中に、相手 の, あのところに、行けるようにというか、これは僕が行くんではありませんけど、ちょっと副知事に言ってもらいますけど、そういう形で緊急要望、リニアの同時開業に向けた緊急提案、提言を持っていくと考えています。ありがとうございます。でもう一点なんですが、ちょっと話題変わるんですが、和泉市の、横山高校の例のアスベストの件なんですけれども、和泉市の方が民事調停を申し立てるということを決めましたが、これは知事を相手取ってということになりますけれども、このあたり先月和泉市長とも会談されたときにもですね、知事の方から、これは公正な第三者に判断を委ねたいということをおっしゃってましたけれども、今後のその民事調停を申し立てられるということで、府としての対応はいかがでしょうか。いや、これはもう僕からも、第三者機関に判断してもらおうということで市長にも申し上げてるんで、まさにその調停の場で大阪府は大阪府の、主張をしっかりやっていきたいと思ってます。要は貸し担保 の, この責任のところで、契約書上はね、新たな貸し担保についてはですね、契約締結後の、それは、土地の、その後の所有者、が土地建物 の, その責任を負うと、貸し担保責任を負うとこうなってるんで、だからそれも含めて、和泉市は和泉市の言い分はあるでしょうし、大阪府は大阪府の言い分がありますから、それぞれ、主張すべきは主張し合いながら、第三者の判断を仰いで結果を、決めて結果を出していきたいと思っています。となりますと確認までですけれども、知事としましてはそのアスベストの除去費用についてはそれは府が出すものではないということに変わりないというか、現契約書上は、府では出せない契約になっていると思っています。ありがとうございました。毎日新聞の野口ですが、法定協議会の関係での問い合わせなんですけれども、浅田会長がですね、会長としてまとめた報告書、法務省をですね、各会派に送る際に法務省のメンバーを入れ替えようとしているわけです。法定協議会の企画の中に、きちっとそういう協定書を作り上げるのが、これは法定協議会の役割であって、それに対しての、議員としての、委員の職務職責を全うしてもらわなければならない、それが委員の責任なんでしょうけどね。だから法定局の、協定書っていうのが、それができたとし、できて、どうしてもそれ反対をする場所はまだ本会議場があるんですよ。議会が法定協じゃなくて本来の、定例会の議会の中でいくらでもその反対を言えるわけですね。最終的には議会の議決がを得て住民投票ですから、だから法定協のそもそもの目的に、目的をこれを完結するため の, その委員差し替えっていうのは、これは今のルールの中で、浅田会長は、委員の差し替えの手段手法っていうのは、これはもうそのルールで、やれるということになるんじゃないかなと思いますよね。だから何でそこまでね、
この協定書を取りまとめるのに反対するのかがもう分からないし、で協定書を取りまとめるために、橋本市長は市長選挙やったわけで、でその時に言ったのはもう協定書を作らせないと、作らなくていいという、そういう人は橋本徹をもう落としてくれればよかったんでね。で協定書をどうしても作ることがダメって言うんなら、これやっぱり、橋本市長に対抗して、それは候補者出さないとダメです。だから今現在民意は、引き続き設計図は作りなさいよという民意が僕らが示されたと思ってますので、その民意を受けて、法的協議会の設計図作り、もうあと少しのところまで来てますので、もう次進みます。他にございますか？読売新聞の話です。今のその協定書のお話なんですけれども、以前までその夏までが作りたいということをおっしゃってますけど、もう少しその踏み込むとすればですね、例えば7月、7月中には作りたいとか、その辺のこう目処といいますか、スケジュール感はありますでしょうか？まあ、これはやっぱり再開してから、もうあと残ってるところでは役所の意思でしょ、理解でしょ、区割りについては選挙でもうごく分離案で、これはもうこの案でということで、我々は大阪中で説明をし尽くしましたんでね、だからまあ一部選挙を通じて、住民の皆さんから、まあ、各区の区割りのこの線引きはこっちじゃないのとかね、そういう声はありました。だからそういう選挙で受けたそういう意見も踏まえながら、あと残りのまあその決めなければならないね、その項目について、まあ、取りまとめる時間っていうのはそんなに、長くかかるもんではないと。だから具体的にって言われてもちょっといつから法定期を再開できるかによりますから、でもまあある程度まとめるのにはまあ2、3ヶ月ぐらいのスパンで、詰めて議論すればやれるんじゃないかなと思いますね。法定協の再開については、まあ、これもちろんその委員の入れ替えを終えてからってことになると思うんですけれども、いつ頃までにやはり再開してほしいなという知事としての方法がありますか？いや、これはまあ浅田会長が今一生懸命やってられるんで、可及的に速やかに再開してもらって、今その2、3ヶ月ぐらいのスパンという話だったんですけども、先生、これ単純に計算の問題なんですけど、場合によってはそうなると9月ぐらいまでもあり得るかなというイメージです。いや、まあそれは今の時点で、いつ再開するかによりますが、まあそのぐらい、詰めてやればね、連日やればまた時間を短縮できることもできるでしょうし、まあ早く、全部まとめたいと思ってます。他にございますか？よろしいでしょうか？それでは定例記者会の登場審議をします。そこに次第に登場しますので、それではよろしいでしょうか？はい、じゃあ続きまして囲み取材に入らせていただきます。ご質問の方よろしくお願いいたします。ご質問ございませんか？あ、ちょっと何点かありまして、はい、まず統一地方選の方なんですけれども、この間も第一弾の現職議員、代議員の方の方法は、まあ今月中には、決めたいと思ってます。まあみんなやっぱり大変ですよ。後援会もあるんでね。後援会の人たちはそれはやっぱり綺麗事だけではすまん。お前のために俺は長いこと応援してたやんかと。
そういう、こう人間関係ありますしね、だからそういう人たちの、まあ、思いっていうものもこれ受け止めてあげないとね。ただまあもうふわりは決定してますから、要はその講演会の皆さんに丁寧に説明をして、大阪のためにはその個人のね、個人のポジションにもうそのこだわってはもう大阪のことできないんですということをいかに説明するかですよね。それをまあ頭で分かってもちょっともう感情的にね、やっぱりこう感情的にそのことを拒否される時もあるしね、うん、僕は一番最初にそのこれはもう定数については前回の選挙で八尾東大阪柏原、八尾東大阪平野、前回の選挙で1削減してるわけですけど、まあ僕が一番最初の選挙では、4人中4人やったんでね、その時に定数の話したらもう講演会の人が、いやもうその僕のことを応援してくれてる近くにいる人ほどね、やめとけと、お前が一番危ないと、そのもうなんでそんなこと言うんやと、やめたいんだと、こういうふうに言われてね、一生懸命お前応援してるのになんで一つ減らすんだと、でも そうしないとやはりその役所の意識の改革なんていうのはまず議会からやらないと、役人の皆さんにそんな意識改革をこう言ったところで説得力ありませんからね。でもやっぱり講演会の人っていうのはありがたいもんでね、その身近な人ほどその個人を応援してくれてるっていうのがあるんで、そういう皆さん方にもうやっぱり丁寧な説明と納得をいただけて、納得丁寧な説明にをして、納得いただくという、それはそれなりの時間がいる。でまた選挙区が変わるということになればね、その変わるところの皆さんにもやっぱり説明せなきゃしなければならないということもありますね。他にご質問ございませんか。それによってこうやっぱり俺は嫌だと出てきた、いったことで懸念するはないですか。いや、そらもう苦渋の選択でしょう、でもこういう結果になることはもう想定内でね、定数を2割削ったわけですから。ただこれは党としてはね、そういう一番苦しい道を選ぶ、仲間を徹底してサポートしています。他にご質問ございませんか。内容ですのでそれで終わらせていただきます。ありがとうございました。すいません、またお願いいたします。